元日本放送のアナウンサーで、同局の日本放送省アンプナイターの野球実況を数多く務めレジェンドと呼ばれた深沢浩、深沢、浩さんが死去したことが8日、分かった。85歳だった。この日、午後5時半からの同局ショーアップナイタープレイボールで発表された。深沢さんは巨人、長嶋茂雄終身名誉監督、85、報知新聞社客員とは親交が深く、74年の現役引退試合は、ラジオで唯一実況したことで知られている。番組では深沢さんが実況を担当した88年6月15日のヤクルト、巨人戦を放送。長嶋氏が解説で、ヤクルト在籍時の長嶋一茂さんが代打で出場。出てまいりました。代打起用ですと熱く語る深沢さんと、球場の観客が実況席を見つめる異様な事態にお客さんグラウンドを注目してくださいと照れる長嶋氏の掛け合いが流れた。番組内では長嶋氏のコメントも放送された。私の現役時代から近くで見守ってくれ、公私ともに支えてくれた取材者と選手を超えた親友でした。本当にショックです。ご冥福をお祈りします。